ある意味、一貫してるじゃん、自分がハマれなかったっていう悔しさがあるっていうのはさ、シンガポールに移住したりさ、俺は変わったんだ、俺は成功したんだっていうけど、本当は日本でうまくやりたかったんでしょ。でさ、なんか俺はすごいし、俺はこう成長した、成功したって言ってるけど、なんかそれって結局松本と同じ系譜じゃんって思うね。じゃあ、ああ、おそう前の言う。だよね。なんかそうじゃない。オルタナティブと見せかけて、結局なんかこう、その有名とか、結局資本主義っていうか、この世界でうまく上にのし上がるっていう構図は一緒じゃん。なんかそれでさ、俺は農業やって、本当にもう芸能界とかやめ、今幸せですって言ってんなら、で、松本さんはおかしいって言ってんなら、かなりオルタナティブな位置にいるし、また違う価値観を手に入れて、俺は幸せって言ってるけど、結局なんか同じ構図の上に行こうとしてんじゃん。行きたいって言ってるもんじゃん。俺はそれができなかった。そうだね。ブレイキングダウンと一緒だよと。どうしたいんですかっていう。言ったら多分、今のこの権力。でも俺なんか前で見たことあるよ。なんか芸能界のトップになるみたいなもんですよ。え？そうなの？そう。だからあいつ芸能、日本の芸能界をなんか変えたいみたいなの。だから日本の芸能界でなんかしたいんだよ。もう。ってそれこなとのはに、確か。これは多分間違ってないと思う。で、まあ自分がこうフィットしないから一遍国外出て、予備校のオンライン授業みたいな先生やって、手段が違うだけで目的が一緒なんだよ。で、なんだっけ、そのブレイキングダウン化と言いますと、それは。だからさ、ブレイキングダウンはそれの松本とかのこの、系譜とはかなりスケールが小さくなるけど、とりあえず騒いで、自分をアピールして、なんとか人気者になりたいっていう。で、そのちっちゃいの、そのでかい版が松本で、松本ってよくさ、なんか、モテたいってすごい重要とか言うじゃん、なんか今でも。なんか、不倫とか今しにくいとかなってるけどさ。なんか、そう。まあ、松本の発言は今の時代にマッチしてるかは別として、ある意味、不純な意欲も重要みたいな話もしてたりしてさ。結局この今の社会の設定の中で、ルールの中でうまくいきたいんだろうっていうか、ステータスを高めたり、そういうのをしたいんでしょっていうことでは、なんかみんな一緒じゃん。まあ大体の人がそうじゃん。みんなそうじゃん。お金持ちになりたい、有名になりたい、なんだろう、いい暮らしがしたいとか、いい男性、女性と付き合いたい、結婚したい、いい家に住みたいとか、もう大体一緒だから、なんかそれやってることみんななんか一緒だから、成田悠輔の方がよっぽどだからオルタナティブだと思うけどね、そういう、そんな世界じゃなくなった方がいいとかさ、どうやったら暇でも最高に楽しく暮らせるかとかさ、そういうのがオルタナティブじゃん。だけど結局みんな目指そう、なんか中田さんとかなんかすごい、とんがったことっていうか、なんつうの、すごい、こんなこと言えないでしょみたいな視点で、俺は言えちゃうけどねって言ってるけど、お前がやろうとしてること結局松本と同じやん。まあそれでいいのって思っちゃう。確かにな、あれで異端児的なよくやったとか革命っぽく映るけど、まあ確かに何でもないわな。結局心根は一緒じゃん。同じ気持ちなはずじゃん、松本と。俺もああいう風になりたいってことででしょ。もそれで言うとさ、なんかまっちゃんのツイート返事見た、なんかなんだっけ、二人で話そうみたいな。そう、 YouTube とかじゃなくて、SNS とかじゃなく2て、人で会って話そう。二人で関係なく会って話せばいいやんみたいな。それってさ、今秀樹が言ったやつとの話で言えば、
それまっちゃんが密室に中田さんを呼び出して2人で何にもないところで喋るっていうのはそういうオルタナティブあるよね。なんかあるある。たぶんもう芸人とか関係なくなんか人間そう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 個人と個人で話すみたいな、うん、だからなんかあのツイッターはある意味そういう解釈する。なんか最初のあのツイッターはなんかしょうもねえなと思っちゃったの俺は。あ、そうなの。だけど今の話を聞いたらもしかするとそういうオルタナティブ感を持ったツイートなのかなと思うとかっこいいなって思う。確かに。あれさ、なんでさあいつに送ってなかったの、うん、ただのツイートみたいになってなかった。送ってアットマークついてた。多分アットマーク的なの知らねえんじゃねえかな、そういう手法は。あれぐらい有名になるとさ、あれぐらい有名になるとそういうのなくて大丈夫じゃん。わかるか。そうそうそう、すごくない？圧倒的な強者はさ、すごいメンションとかそういう理屈抜きでいいっていう、そういう機能はもういらないっていう。中田さんはさ、絶対やんないじゃん。あの人はコンテンツにしたいわけじゃん。松本人。コンテンツの中でやりたいんだよね。そう、だって実際会って話すことなんてのは目的にないわけじゃん、あの人は。うんうん、どうでもいいわけじゃん、多分。ちゃんと、はいはい、俺はこうやってたから、なんかその対談の場に引きずり下ろしたぞとかさ、まあ、そういうふうに誇示したいわけじゃん、周りの人に。うん、だ本当にさ、プライベートで2人で誰にも見られないところで密室で喋るっていうことを、永田さんはしたくないわけじゃん、きっと。したくないっていうか、多分する意味をも見出せないわけじゃん。うん、でも多分、まっちゃんは逆に言うと、そこに意味を見出せる人なんじゃないかなっていう。うん、ちゃんとその、切り離して。えっていうか本当にでもさ、松本だったら連絡とかしてそうじゃない？いろんな吉本の使って、うん、あでもまあシンガポール住んでんでしょ。だってでもまあちょくちょく来たりすんでしょ。いやだからなんか今でも今話しててちょっと面白かったな。なんか俺結構あのまっちゃんのツイートとか、うわしょうもねえなーみたいな思ったの。なんかああ言っときゃいいじゃんみたいな、うんうんうん、てかあれしか言いようないかみたいな。なんかおとりあえずああいうこといっぱい言ってきたから、大きな自分、より自分を寛大で、お前なんか全然大したことねえよって思わすには、あの文章あんな感じなのかなみたいに思ったんだけど、うんうん、でもなんかその逆にそういう世界を否定できてるのがすごいなと思った。そんなエンタメの消費なんかさせねえよと、うんうん、そんなもん抜きに2人だけで喋ろうってのって絶対永田さんは やれないでしょ。そんなこと意味がないと思って。いや分かんない。なんかやるかもね。でやった後やった後をさらにコンテンツにするかも。やった話をするみたいな。そうそう。ああしょうもねえな。やっぱコンテンツにしないといけないんだな。いや分かんないよ、やってないから。いやなんかでもしそうな気がする。いやでもまあ俺こんだけ喋ってて、ね、今のまっちゃんが好きかって言ったら結構前から好きじゃないからね。そうなの、うん、俺別に好きも嫌いもないが、俺は多分それほど、逆に斉藤さんほどその好きの度合いが元からそこまで好きだけど、そこまで好きじゃないから嫌いにもならないっていう。あ俺めっちゃ好きだったもん。だってもう中学校の頃とかさ、まあ、全部 VHS に録画しててさ、なんか中学校学校から持ってきてさ、昨日のダウンタウンデラックスの面白い瞬間をもう一回見ようっつって何回も見せたもん。もう衝撃を受けたボケがさ、まっちゃんが笑福亭笑瓶がちょっとはしゃいだのよ。ちょっとはしゃいだときにまっちゃんが普通の顔でずっと5秒間ぐらい見続けるっていうのを見て、俺もそれがもう面白くて初めて見たの。そういうなんかそれが多分初めてだと思うの、世の中に。世の中に生まれたボケ、そのボケ初めてだと瞬間だと思うんだよ、それが。冷めた感じっていうか普通の感じで見て。あもうなんかちょっとなんだ、睨むでもない、なんかしらけたような、なんだろう、笑瓶のそのなんつうの、はしゃぎ方とすごく、あ、それがいい感じだったのよ。中学校の時も友達も来てて、友達と何でもギラギラ笑って巻き戻してそこ見てさ、ダーッって巻き戻してまた見て。そんな遊びしてたの。そうそうそう。で、なんかその頃の、なんかストイックまっちゃんをずっと、なんだろう、見てたから、まあ最近は本当、昔はだから見逃せなかったけど、ある時からもう見逃していい人になっちゃったんだよね。